なんでいろんなことが変わりました。初めは全然しゃべることができなくって、猫どころかもう虎をかぶってたんじゃないかっていうぐらいのおしとやかなおとなしい女の子だったのが、今やもうマシンガンなのかなっていうぐらいベラ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 しゃべるんですけど、今日はいつもとはちょっと違った形でお届けします。何せ11月の6日に発売となった新曲大阪花吹雪からはですね、着物を着ておりまして、まあやっぱ見た目だけじゃなくて中身も変わっていけたらなと思ってますので、今日はちょっと、しっかりめにおっとりめに喋ってます。何やらこの間はユニットの仲間の道のく娘の葉山瑞希さんがこの番組お世話になったみたいなんですけど、年はね彼女の方が2個上ですけど、私の方がデビューが2年上なのかな。でリーダーを私が務めてるわけで、まあみんなそれぞれ持ちつ持たれつ、ないものを共有し合いながら支え合いながら頑張ってます。ユニットの師匠で花柳豊樹先生という方がいらっしゃるんですけども、普通にしてるとテディベアみたいな、本当にこの先生が振り付けしてるのみたいな方なんですけど、音楽がかかるともう表現レベルですごいんですよ。その振り付けを、葉山瑞希さんと、そして、福島県出身のね、つぶきみゆさんも一緒に3人でやってるわけなんですけど、今度ねぜひ東海地区でもコンサートやりたいですね。9月は東京の四ツ谷 で11月は大阪の方でコンサートをしたので、東海地区にもねお邪魔したいと思います。さて新曲の話に戻りますけども、11月の6日に発売となった大阪花吹雪、これはですね曲自体は10年ぐらい前にできてた楽曲なんですって。でも今道のく娘として活動している工藤彩乃にぴったりなんじゃないかっていうことで、私の元へ降りてきた楽曲で、でもねびっくりするぐらい合ってるんですよね。でテンポ感とか世界観っていうのも寄せてね作り直してもらった部分もありまして、だからとにかく元気が出るような、なんかこう応援ソングっていう言い方あんまり好きじゃないんですけど、なんかこう力が出ない、あと一歩誰かの手を借りたい、そんな時にこの工藤彩乃の大阪花吹雪を聴いていただければ、なんか何でも人生うまくいくんじゃねえみたいなテンションになっていただけるような楽曲です。ぜひ皆さん大阪花吹雪、そしてエゴイスト応援よろしくお願いします。スケジュール的なところはですね、12月ですね、12月の22日日曜日、大阪府の豊中で、クリスマスディナーショーがあります。ホテルアイボリーで行われます。詳しくは工藤は漢字、綾乃はひらがな、工藤綾乃の、ホームページご覧ください。さよりんにまた会いたいです。呼んでください。ありがとうさまでした。それでは最後はこの曲です。工藤綾乃で大阪花吹雪。なんやかんやがありまして、綺麗さっぱり一人きり、あんま男といるよりも北の新地が優しいわ。たった一度の
達さん、それから茶柱達也さん、四日市からですね。他にもたくさんのリクエスト届いてます。ランキングの方にももちろんね、入って盛り上げてくださってということですので、ファンの皆さんは引き続きのリクエスト忘れないようにしてください。そしてまた遠くでお目にかかりたいですね。お送りしたのは今夜のコメントゲスト、工藤彩乃さんで大阪花吹雪でした。